ゼニットのカプセル。円形のくぼみは偵察カメラの開口部。ゼニットは1961年から1994年の間にソビエト連邦によって運用されていた偵察衛星。目的を秘得するために全てコスモス衛星として打ち上げられた。33年以上の間に500回を超える打ち上げが行われ。 2009年現在、宇宙開発の歴史上で最も多く打ち上げられた宇宙機である。本機の基本設計は、有人宇宙船のボストークと共通である。コンセプトを大まかに言えば、偵察撮影の結果を回収する必要があるタイプの偵察衛星であるため、有人機の設計を流用し、宇宙飛行士の代わりに撮影装置を宇宙に送り出し無事に回収するようにしたものとなる。 機体は大気圏突入カプセルと機械線の二つの部分から構成され、再突入カプセルは重量 2400kg 直径 2.3m の球体で、内部には撮影システムフィルム、回収信号発信機、パラシュート、自爆装置が積まれていた。機械線にはバッテリー、電子機器、姿勢制御装置、液体燃料エンジンが搭載された。 衛星は偵察活動を終えると機械船のエンジンによって地球周回軌道から離脱し、その後2つのモジュールは分離され、カプセルのみが地上に帰還する仕組みになっていた。軌道上での全長は5メートルほどで、重量は形式によって4600キログラムから6300キログラムまで幅があった。フィルムのみを送り返したアメリカのコロナ偵察衛星と異なり、 ゼニットではフィルムとカメラの両方が地上に帰還した。この方式ではカメラの再利用が可能で、また船内は空気で満たされて温度も常温に保たれたため搭載装置の設計や整備も容易だった。その一方で衛星は大型化を余儀なくされ重量1トン未満のコロナ衛星に対しゼニットは5トン前後もの重量があった。ゼニットの打ち上げには初期は ボストークロケットが、後には、その改良型のボスフォートや、ソユーズロケットが利用された。最初の打ち上げは、バイコヌール宇宙基地で行われたが、その後は、プレセツク宇宙基地も併用された。衛星の大部分は、近地点高度 200km、遠地点高度250から 300km という、わずかに楕円型をした、低軌道を飛行し、 活動期間は8日から15日の間の場合が多かった。1956年ソビエト政府はセルゲイ・コロリョフがリーダーを務める第一設計局に対して秘密裏にオブイエクト D の開発を命令した。オブイエクト D は後に人工衛星スプートニック3号として打ち上げられることになった。命令の詳細は明らかになっていないが、この時同時に偵察衛星、 オブエイクと OD-1 の開発計画も立ち上げられたと考えられている。オーク部 -1 では1958年までに OD-1 に加え有人宇宙船 OD-2 の開発を進めていた。この時期までに OD-1 の開発は行き詰まっており、コロリョフは OD-2 の設計を無人の写真偵察衛星に流用できないか検討した。これは 彼が有人飛行計画を続けるためのまた先の見えない OD-1 の開発に設計局のリソースを奪われることを防ぐための決断だったのではないかと言われる。ソ連政府は軍部の反対を抑えてコロリョフの提案を指示し1959年5月22日と25日に OD-2 をベースとする3種類の宇宙機を製作するように命令を下した。 三種の宇宙機には K、1K、2K、3K という名前が振り分けられていた。1K が試験衛星、2K が偵察衛星、3K が有人宇宙船だった。当初は3つの宇宙機すべてに対して、ボストークの名前が使用されていたが、1961年に 3K 宇宙船を使用して行われたユーリーガガーリンの飛行で、ボストークの名が公式に使われたため、 ボストーク2と呼ばれていた偵察衛星はゼニット2と解明された。最初のゼニット衛星の打ち上げは1961年11月11日に行われたが打ち上げロケット第3弾が故障し軌道への到達が不可能になったため自爆処分された。1962年4月26日の2回目の打ち上げは成功を収めコスモス4号の名が公式に与えられた。 衛星は3日後に大気圏に突入し地上へ帰還したが、姿勢制御装置の故障のため有用な写真は撮影できなかった。3つ目のゼニットは1962年7月28日に打ち上げられ、11日後に写真と共に帰還に成功した。その後、偵察システムの有効性を確かめるために2回の打ち上げ失敗を含む10回の打ち上げが行われた。結果は、 肯定的なもので引き続いて本格的な運用が開始された。ゼニットの改良はその後も続けられ、様々な偵察ミッションのため複数のバリエーションが開発された。ゼニット衛星の運用は1994年まで続けられた。ゼニットには1961年に打ち上げられたぜ。ニット最初の形式である。2という数字がついているが、 ゼニット1という形式は存在しない。搭載する偵察カメラの組み合わせには幅があったが、ほとんどの場合、焦点距離 1000mm の高解像度カメラ4台と 200mm の低解像度カメラ1台が使用された。焦点距離低解像度カメラによる画像は、狭い範囲しか映し出せない、高解像度画像が周辺とどのような関係にあるのかを把握にするために用いられた。 それぞれのカメラのフィルムには写真1500枚分のフレームがあり、高度 200km からの撮影の場合、1枚の写真につき 60km 四方の範囲を映し出すことができた。解像度は10から 15m とされている。カメラはモスクワの近くにあるクラスノゴールスク工学機械工場で作られたが、この工場は有名なゼニット SLR カメラが作られた場所でもある。 これに加えゼニットには、NATO のレーダー信号を受信するエリント装置も搭載した。この装置に関連して、衛星は直径1メートル程度のパラボラアンテナを備えていた。このアンテナによって記録された信号を地上に送信したのか、あるいは単に信号を傍受していただけなのかは明らかでない。仮に後者だった場合、信号は磁気テープ等に記録されて地上に持ち帰られたものと、 思われる。ゼニット2の打ち上げは81回ほど行われ、58回が成功し、11回が不完全ながらも一応の成果を収めた。失敗したミッションは12回で、5回が衛星の不良によるもの、7回が打ち上げロケットの不良によるものだった。ゼニット2の改良型で新型の撮影システムへの交換や太陽電池パネルの追加などが行われた。 衛星の重量は6 3 0 0ラムにまで増加し、ボストークロケットに代わって、ボスフォートロケットやソユーズロケットが打ち上げに使用された。ゼニット2と異なり、ゼニット4に関する情報はあまり多く公開されていない。この景色は高解像度での撮影を目的としたもので、焦点距離2 0 0、mm、トルのカメラに加えて、焦点距離3 0 0 0トルのカメラを1台。 搭載していた。カメラの焦点距離はカプセルの直径より長かったため、光の経路を確保するための鏡が使用された。写真の解像度については公式には知られていないが、1から2メートルだったと考えられている。重量は6 3 0 0ラムで、ゼニットにより1 5 0 0ラム重かったため、打ち上げにはボストークロケットの代わりにボスフォートロケットが用いられた。 76機が飛行したと考えられている。ゼニット4の改良型で、新型のカメラ、太陽電池パネル、再点化可能なエンジンを備え、ミッションの途中で軌道を変更することができた。飛行期間は13日だった。ゼニット4のバリエーションで、画像の解像度を向上させるためにより低い軌道を飛行することを想定して設計されたものだと思われている。 空気抵抗による軌道低下を補い空力加熱に耐えるための装備を備えていたと言われる。地形学写真を撮影するために特別に設計されたゼニット 4M のバリエーション SA-106 地形カメラとレーザーコード系ドップラー装置を装備していた。万能型のゼニット衛星で低高度からの高解像度ミッションと高高度からの広範囲観測ミッションの双方で 使用できた。打ち上げ回数は96回で、すべてソユーズロケットが使用された。軍事的な意味合いを帯びた、地図制作用の写真撮影を目的とした。打ち上げには、ソユーズロケットが使用され、発射場には、バイコヌールとプレセツクの双方が使われた。軌道上での寿命は15日間だった。ゼニット8と同様の衛星として、レスルスの名で呼ばれるものがある。 コスモス2281号は偵察任務のために打ち上げられた最後のゼニット衛星だった。ゼニット計画終了後、新しく開発されたソユーズにロケットの初飛行のデモ衛星としてゼニット8が使用された。衛星は弾道軌道に投入され、予定通り太平洋に落下した。ありがとうございます。